あプロペラ飛行機にリベンジするぜ。オープニングはどうせ8分ぐらいの動画だから入れなくていいだろ。で、肝心の機関が使いこなせるの？任せろよ。まず脅威である機関銃が来たら下に潜る。で、あいつは同じところ展開してるだけだから、先を読んでスピンガーを撃ち込むんだ。なんでいきなりそんなことわかったの？お前らが見てない時にも私は戦ってたんだよ。あ、なるほどね。事故らなければそのまま終わるぜ。ナレーションもあるし大丈夫よね。もちろんです。プロですか。プロですか。はいはい、そうですね。よし、ぶっ潰したぜ。どんどん進むぜ。新しいビルだな。ここがタワービルよ。目的は何だっけ？マルフ博士がここにいるの。ああ、そうか。ここからは警備も厳しいわ。プロですか。はいはい。あ、ほら、あんた何だったっけ？プロですか。いやすな。思い切って荷物になってみたらどうだ。得意の段ボールで。これより先は周波数を変更する。次の周波数は解説書の中の写真に載っている。オーバー。今ここでええよ。そっ、あいつ舐めやがって。第一段ボールなんか。あったわ。けどあいつにダンボールのことなんか喋ってないぞ。私もファンの一人さ。嘘つけ。困ったことがあればマクドネル、ミラーに連絡してみろ。元打ちのサバイバル、マスターだ。実に役に立つ男だ。アイデアマンでもある。彼に相談してみるといい。何か解決案を出してくれるだろう。周波数は140、38だ、オーバー。聞く限りなかなか頼れそうなやつだな。こちらソリッドスネーク、応答願います。現状での判断にも反対等はない。自分を信じろ、オーバー。随分手短なこと。さあ荷物になりきるぜ。後ろに入り口らしきものないんだが。ポケモンでも四天王のところ一歩出口塞がるでしょ。ということはもう終盤なのか。スネーク、私、正体がバレちゃって捕まっちゃったの。助けて。だからいつまで経っても門番止まりなんだよ。マルフ博士と接触が取れたのに。どこだ？場所は？わからない。目隠しされてたから、タワービルのどこかだと思うけど。そうだわ、スネーク、音がするの。私の左から、エレベーターの音がする。それから、右からはポンプのような音が聞こえるわ。前と後ろからは水の流れる音がする。前後から水の音。右からポンプ音。左からエレベーター音。音のマップができたな。スネーク、彼ら私の無線機に気がつかなかったみたい。だけど早く。よしわかった。仕方ない、あいつ助けに行くか。いけるだろ。あ、これステルスゲームでしょうか。何待ちきれなくなってんのよ。ちょっと待てよ、もしかして無線お前だけ。だったら何。いや、別に。カットかなり時間かかったぜ。お得意の段ボール駆使しないとこれからきついわよ。そうだな。汚いところだな。きっと下水道ね。こんなところさっさとおさらばしてぜ。お姉さん、あのメロンドのお姉ちゃんと友達。だったらなんだ。終わりかい。あ、子供殴り殺した。いけないんだ。うるせえな。あの子一人の命で大勢が助かるんだ。うわ、最低。左上のレーションの取り方がわからん。つうかなんでこんな汚いところに子供たくさんいるんだ。片目のおじさんに緑の服の人が来たら伝えてくれって。お姉さんがここにはいないって。ふふふ、霊夢よ。こんな純粋な子供に嘘つかせるのは無理なことだぜ。レーダーから見て壁が破壊できると見た。できませんでした。でも壁破壊って考えは間違いじゃなかったよ。プロですか。それ気に入ったのね。よくわかったわ。これ門番か。助かったわ、スネーク。どうしたの。いや、君がこんな美人だとは。は？まあ、イメージが違って。ちょっともっと早く合流すればよかった。何よこの雰囲気は。スネーク、マルフ博士のことだけど、無事らしいわ。らしい、接触が取れたって。あったわけじゃないのよ。彼どこかに監禁されてるんだけど、電書バトを飛ばしたらしいの。何か手がかりが書かれているわずよ。ハト？今どこに。それが見つけたんだけど、もうちょっとのところで逃げられちゃって、タワービルのエレベーター号を登っていったわ。屋上か。ここの連中も必死になって探しているわ。彼らより早く捕まえないと、マルフ博士の唯一の手がかりよ。ハト探しか、君はどうする。私、足手まといになるわ。もう少し情報を集めたいしね。どうか下がっているのよ、ここんとこ。それにこんな目にあってんですもの。このままでは収まらないわ。心強いな。無理はするなよ。盗聴されるといけないから周波数を変えるわね。140、76ね。スネーク、それから、カードをコピーしておいたわ。使って。じゃあね、スネーク。また後で。
ホーリー。え？今のは、恋人同士の別れの言葉だ。じゃあ、私たちは、なんて言うの？生きていればいつでも会える。わかったわ。メロドラマはもう終わった。ああ、ずっと見てたの。あなたはあんな門番でよかったの。違うよ。違ってないわ。あんな女ごときでよかったのよ、あんたは。お前何勘違いしてんだ。普段とは違うんだよ。へえ、今はよかったのね。今の彼女は魅力的だったのね。だから今のあいつは門番じゃねえだろ。門番じゃなきゃいいの。プライベートな彼女ならよかったのね。だーからー、今はメタルギアの話だろうが、第一全員女だろ。今のあんたは男。それじゃてめえも男。ともかくあんな言葉言えるのは好意抱いてる証拠よ。だからなんだってんだ。今認めたよ。うわ、この人とうとう認めちゃったよ。ほんとめんどくせえなお前は。で、ここどこ？一番最初に会ったエレベーターで10階に上がった。乙女のおじさんが僕らの親代わりさ。おじさんが大人が嫌いなんだ。あいつは人間不信にでもなったのか。出た。ほうほう、投擲武器も出てきたか。前作の武器は何だったの？マシンガンかランチャー。これは壁越しの相手に使えそうだな。もうエレベーター一つに統一しろよ。カットばかりで見にくいぜ。ちなみにこれは30回帰専用よ。金あり余ってんなあいつ。よし、着いた。これはブービートラップ。その通りだ。キツネを生き取るトラップさ。誰がキツネだこの野郎。舞台の名前よ。あなたじゃないわ。でもうまい。お前は黙っとけ。この始末、はてさてこの先どうなりますことやら。